いやこれもう一度言っとこう。札幌市白石区南郷通り2丁目南11時から20時までの手打ちうどん一の屋さん冷やしぶっかけうどん頂戴いたしました。お話は川山沙織さん斉藤千奈さんに言いました。これなぜもう一度言ったかというとうまくいけば11時半にまた食べることができるかもしれません。ボヘミアンカツラギヤキ。せっかくだから、はい、電話もう一度、はい、うん、札幌011-202-7111番です。メッセージリクエスト待っております。佐野元春ガラスのジェネレーション。今大沼美穂さんがねえ店主朝水とやってきて、まあ、他にやってこなくてもいい人もいましたけれども、激励に来てくれるんですよ。で大沼さん急になんかとっても穏やかないい顔になって、あれ6ヶ月ですって。おめでとうございます。なんかいい話入ってくるね。 STB ラジオ開局50周年北海道のために命がけ、日高五郎挑戦50時間56分生放送、16日午前11時56分まで。私日高五郎が時間くるまで勤めましょう。 STB ラジオ開局50周年ラジオスターを探せ、サザエ食品の提供でお送りします。STV ラジオ開局50周年記念ラジオスターを探せ。吉川のりおがスタジオに入ってきてくれました。で、今日これは何の発表かというと、自分の子供が私に懐かない理由を。それはありません。てか逆に言うと、まあ、思慮深い子だということですね。のり子だろ原因は、まあ多分胎教の時にですね2人で悪口っていうのが聞こえてたんじゃないかと。ところでこれ何なんだよ。やっとこのねスタジオに僕たちも侵入することができまして、うん、ずっとエスプラザとかからお蕎麦屋さんとかからの中継だった。お前とさ本当に孝太郎で俺は全部迷惑こむってんだから。なんで迷惑なんですか。孝太郎のあの音なんだあれ。やっぱり携帯の技術ってなかなかあるの。携帯ダメダメ、うん、ね、ディレクターもなんか考えないもんかね。ああいう時にはどうすればいいんですかね。ついにだってこの50時間56分でSB ラジオが考えたのはコードを長くするだけだと。しかもアナログですね。それであれ長くしたために俺3階まで歩いてきたんだ。結局お前コードは長いけど俺の息が切れてんだから。テーマこれから51年目の STB ラジオっていうのがテーマだったと思うんですけど、だから俺が一言このラジオスターを探せのね、はい、応募者に一言言ってやりたい、はい、今からでも遅くない、やめなさい。五郎さん、うん、決まっちゃったんです。今さっき今STB 方で五郎さんがずっとホール交換した後から、うん、ラジオスター探せ全11組13人の、うんうん、パフォーマンスがありまして審査をしまして、うん、ちょっと待って11組13人ってどういうこと。あ、1人3人組のお笑いトリオが入っていたということで13人なんですけども。危ないな、そういうな。今ですか。そういうのはラジオスターがどうのこうのっていうのは、はい、昔だと俺だったら嫌だな、はい、3人組だったら3人組でやればいいじゃないか。ええ、それ通したんじゃないだろうな。いや、それはまだ言えないんですけども。言えないのよ。お前何しに来たんだよ。だから今今間もなくラジオスターがですねこのスタジオに到着します。来なくたっていいよお前。ラジオスターじゃねえもの、ラジオを目指すという人間だもん。はいはい、ラジオスター、じゃラジオを目指す人間が来ます、うん、来たって俺だよ。はい、お酒振らって帰るかもしれないぜ。そりゃしょうがない。そんなやつは甘やかすほどのだこっちゃって奴隷はねえから、はい、分かってくるんだろうな。いや、わかってるかどうかは。俺とりあえずさ、はい、安田裕子見てから気が荒くなってる。これ完全に安田さんの僕もらい事故じゃないですか。これ完全にそうだよ。それ喜んでるんですよ。でも、ま、出会い頭にあいつにぶつかってるよ。あいつだって笑うために雑菌がパーッと散らかってるわけ。いや、どういうことになったら報告して。あ、それで今ここに到着次第五郎さんの目の前で、うん、発表をしてどういう人かというのも、はい、俺そんな役目やだよ。でお前ら後であれだろ、失敗したら俺が決めたって言うんだろ。いや違う違う、もう決まりましたんでちゃんと審査員決めたら俺だって言うんだよお前たち。大丈夫です。うん、なんかスタジオ声出してどうしたの。どうしました。うん、あ、グダグダ言って。おい、ちょっとまた後で揉めろバカ野郎。
うん、どうぞ、はい、ということなので、もう今到着次第その、実際にパフォーマンスした音も皆さんに聞いていただいて、51年目からパフォーマンスってその喋ってるんですか基本は、今回は喋、り朗読もあったりですね、うんうん、あとその琵琶の奏者がいたりとかあとそれこそ歌さまざまなあとパフォーマーでただ踊るというパフォーマーもいたあのさ、はい、ただ踊るってラジオでどう生きるんだよ。で、ね、ちょっとすみません、ただ踊るは僕も言葉悪かったですね。踊るです。だけどただ踊る。お前さラジオでどう、それだったら百面相でもいいわけだよ。まあそう、まあそういうことではありますけれども、うん、なのでこれをもう。もうすぐ到着次第その方を連れてくると同時にですねもうこれ50周年記念のたった一人なの一人です、はい、うん、でそれをどうやっていこうってね STV ラジオこれからもう番組、うん、レギュラー番組が決定するようなのでいきなりはい、はい、ということでその人にレギュラー番組を与えるとだってノリオぐらいの実力者がまだピンの番組でやってないんだよはいいやだから僕は僕今日司会やってたんですけどもそういう、そういう人が誕生すればするほど僕の居場所なくなったら嫌だなと思ってですねなあ、ええ、そうなんですそれなんか納得いかないなスターの誕生ですって言ったんですけど、うん、いや僕飛び越えていったら嫌だなそれでお前はお前でさ、はい、牧康正さんから話されて、はい、でマートマパンチの旅やるそっちですか旅の中継ってそっちなんですか僕方向的いやよくわかんないけどさ、はい、で合わせてですね実はその50周年記念ということで今回すみませんこれ今更言うのもなんなんですけどもね、うんうん、今回50周年でハワイ旅行が当たるチャンスでそうそうそう、はい、ここの時間帯にこう出る予定だったんですよねだからもうホール公開でわーってなってたんで、はい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 、そうなんですそうですで実は当選者の決定が11時台このあと2時間後ですね、うん、にハワイ旅行が決定しますので、うん今後メッセージリクエストを送る際はですねハワイに行きたいとぜひ皆さん足して応募していただきたいということでございますでもう一度説明してあ要はもう一つハワイ旅行が残ってるんです、うん、なので、皆さんちょっともう五郎さんのこのトークで忘れてしまってるかもしれないんですけども、うん、ハワイ行きたいというメッセージも添えてくださいということですねはあ、はい、あそうなんだはい、ということなので忘れずに11時台に抽選をしてくださいという五郎さんへのお願いとともに俺さっきちらっと聞いたらね吉さんがそこに何かプラスするっていう話は誰かにしたかいそのホテルがもし決まってるんだったら俺のハワイに知り合いがいるんでそこからなんか食事に招待するとかなんか彼言ってたんだけど彼最初から最後まで嘘ついてたから俺も何も信用してないんだよあんなに 100% 純度100の嘘つきないからなまあそれはいいやほっとこう信じたら大変だもんそうですね、うん、ということでラジオ聴きの皆さんも11時にハワイが当たりますはいはいということで、後ほどその決定したグランプリの方と一緒にノリオはそれで来るのまたお邪魔いたしますお前ノリオはもうその時点ではお付きって形になってる、ね、そうですねその方のスケジュール管理も含めてですね応援団となってお届けしていこうと思っておりますすみませんあまりリアルにええって言われて余計僕傷つきますんで、そんなことないよって言っていただければよかったんですけどもええって言ってます、とりあえずは楽しみに待ってるわはい、ということでまた後ほどよろしくお願いします。一粒の豆サザエの十勝おはぎは十勝の農家が作り育てた小豆一粒から生まれます。その小豆一粒一粒に心を込めて小さいけれど小豆が作ってくれる幸せをサザエは大切にしていきたいと思います。 STB ラジオ開局50周年ラジオスターを探せサザエ食品の提供でお送りしました。ちょっと食べ過ぎるとすぐにもたれる油物でムカつくようになってきた胃袋だって年を取ってくるんですね。そんな弱った胃の粘膜を丹念に修復してくれるキャベジン元気な胃袋が帰ってきますよ。第2類医薬品です。 STB ラジオチャリティーミュージックソン2012今年も12月24日正午からスタート。目の不自由な方へトーレアン赤金を。廃車・事故車買取の共栄車両はチャリティーミュージックソンを応援しています。藤井さん、またリスナーからメールが届いています。どうして藤井さんはいつも噛むんですか。何言ってんだ、夕日のせいだっつーの。藤井さんはついていない話をよくするけど、あれ作ってますよね。服
不可能なものを除外していって残ったものが、たとえどんなに信じられなくても、それが真相なんだ。藤井さんって何なんですか？体は大人、頭脳は子供。藤井孝太郎、ポップなオタクさ。藤井孝太郎のログインよるパは月曜から金曜の夜9時スタート。アニソンボカロのリクエストはパアットマーク stv.jp まで。 STV ラジオ開局50周年、北海道のために命がけ、日高五郎挑戦50時間56分生放送、16日午前11時56分まで。私日高五郎が時間来るまで勤め、50人の北の出会い。ゴローズスペシャル、ベース熊谷望、ハープ千葉智久、ギターアレンジ織原俊一、そして織原さんの愛娘しおちゃん。しおちゃんありがとうね。50周年おめでとう。日高さん、日曜日の昼まであとちょっとだよ、頑張って。頑張ります。ありがとうね。ほっぺにチューもありがとうね。いや、よく来てくれました。おめでとうございます。改めて今年のディナーショーお疲れ様でした。お疲れ様でした。今年は織ちゃんね、まずやっぱり皆さんが100万本のバラ、ああ、うん、あれ織ちゃん言ってたろ、俺たちは演奏してないんだって違う、伴奏してないんだ演奏してたって本当にね、この音楽家は意地悪いよ熊谷さん。伴奏してないだって、伴奏しろよだろ演奏してたって、それに五郎さんが勝手に乗って歌ったらそんないい歌でもそれはある意味褒め言葉でしょ。そうです、そうです、うん、もうびっくりしました。いやいや本当に出来上がり聞いてありがとうございました。 であそこから今那須さんがいらしたんですよ。あ、今会いました。そうですか、はい、今年のディナーショーは、はい、その100万本のバラからガーッと輝きを増して、うん、そして最後のマイウェイまで行ったというようなことをおっしゃってくださって、うん、とてもまあ先生ですからね、なおさら嬉しかった。ああ、うんうん、でもそういう意味では伴奏ではなく演奏を楽しめたんですか。そうですね、あの楽しかった、ね、あれはもう歌番というよりも本当にこう自分たちのミュージシャンとして そのパフォーマンスをバーって出して、それにこう日高さんが乗って、うん、で最後なんて結構ね、もう対等の、そうね、わーみたいなびっくりしました。本当に、ね、言ってること分かんないし、対等のバーだなんだよそれ。でもあの拍手ですよね、小田さんの拍手のその圧倒的な感じで、これはすごいものだった。あれからもう本当にこうね、街の明かり、眉毛に続くストーリーが素晴らしいものになって、はい、で、いつも終わるとね、まず新村さん、東京に着きましたから始まって、楽しかった、はい、でその後必ず熊谷さんがくれるんですよ、寡黙でしょ、でもメールで、はい、うん、もうこれをやれたのがとても嬉しいとかね、おっしゃってくださるんで、なんかね、ものすごく俺はそのまま額面通り受け止めて、自分の励みにしてるんです。あ、すごく嬉しいです。真実味を。あの伴奏をね、サポートするっていうことっていうのはこういうことかっていうのを、うん、なんか改めて気づかされるといいますか、年に1回ですね、本当に支えたいと思うショーですよね。嬉しい、はい、本当に嬉しい、楽しくやらせてもらって、うん、で例えばね、熊谷さんに拍手をいただき、はい、で千葉さんにとか、まあ、俺ちゃんはもちろんなんだけど、でみんなその個性認めてくれて、一人一人に拍手くださるじゃない、はい、うん、我が大事なお客様たちは、はい、で最後にマイウェイから、マイウェイでさえ隠してたんだ、おなじみのお客さんに、今年はやらないよって。だから意外に皆さんがショック受けてくれたのはプライドなんですよ、これを男が歌うか、うん、でもそれを言えば世界中の誰よりきっとから、うん、ずっと裏切りっぱなしに来たわけですよね。で物語るのは100万本のバラでって、で最後に全員揃うんじゃないですかって、みんなで、でわざわざ楽器は買ってきてくれるしねでああいうあんまりやらないでしょきっと。そうですね、あんなことをこう率先してね、
熊谷さんもそういうのって経験があんまりないでしょ。いや、ないですよ、うん、一緒にセンターへね、行って僕はクラフィスを叩いてたんですけど金と金とかこうね、やってたんですけど、なんかバック、楽しかったです、ね、バックバンドって感じじゃなくて、なんかみんなでこう、そうですね、でも僕はただの一度もそう思ったことないですよ。あ、そうなんですか。メンバーですよ、バックバンド、だいたい人のショーを見に行ってバックはって言われるのが嫌、司会の紹介の仕方がずっと抵抗を覚えてた、違うだろうと、バックボーンなら分かりますよ、バックバンドじゃないと思ってるのね、だから皆さんによく出演者になってくださいっていいじゃん、芸術やるより芸やろうっていう、つまりもてなし人で横に並ぼう、で、あの時に最後にもう一度歌うでしょ、同じ歌を2回歌うのも今年初めての構成をやった、で、その時僕の頭は何にプレッシャーかかってったら、マイウェイを自分の今持ってる力の最高のもんで歌うと、ロングトーンで最後終わって、でないと裏切れないんですよ、あのお客さん絶対立ってくださるから、それを収めてニコニコ笑いながら一番最後もう一回やることによって笑顔になるっていう折り方をしたかったから、それだけにもう集中して夏木さんにロングトーンとその上にドーンと響く音を訓練してもらってたんです、そこだけ狙って、でも夏木さんには何を歌ってどう構成するかっていうのは一お客さんとして見てもらいたいから何も明かしてないんですよ、歌を教わったことがないから、だからそこのところで、ね、とっても気持ちよくしてもらえたから、で気持ちよく終わるとお客さんは一体感見てくださるんですよね、はいはい、俺は絶対にバックバンドなんていう気はないっていうのは一貫してあったもんだから、だって俺はオリちゃんにあんなりっぱなしでしょ、そういう意味で、こちらこそです。でハープ千葉さんが加わってくれたことによってサウンドがより良くなって、で熊谷さんには頼むからここはウッドベースにしてくれとか、頼むことばっかりなんだもん。で楽器っていうのは持ち替えがあって、実はですね急にその演者がこうしてくれああしてくれって言ったってなかなか聞かないですよ、で一貫した音の取り方があるもんだから、これでいてここには頑固だから。だから、ね、楽しいことをやってるということで初めてじゃあやってみるべえかみたいなところがあるじゃないですか、でそれがなんかとっても幸せに今年はうまくいったもんだから、苦しかったな、もうだから一人ずつ熊谷さんの顔見て、内場さん俺ずっと歌ってこの振り向いた時一人ずつ見てたんや、だからオリちゃんはもうしきりに親指グッと上立てて、でとうとうあれ癖になってちゃう。だから東京帰っても近所に呼び鈴があるとあれで全部押しちゃう。本当にうまい。何なのあのオリちゃんの今年の笑顔の多さは。いや楽しかったんですね、でいつも我々いろんな仕事をやるんですけど、多いですよね、やっぱりその伴奏じゃなくてこうね、一体感がある感じ、だからあの出る前にオープニング出る前にみんなでこうね、はい、気持ちを一つにしてこう手を合わせたり、あれのことあんまりしないですよね。あ、そうなんだ。ええー、で終わってからもね一体感があるし、写真撮れたのよかったですね。あ、初めてね、はい、初めてみんな、皆さんで、それをメールに書いてくれたんですよ。で新村さんはあの写真を送ってくれたんですよ。ああそう。で、まあみんなからも送られてくるでしょう。ただの一枚も送ってこないけど。僕送ったじゃないですか。ピンボケの。ピンボケ。あれはいらないから。そうです。ちょっとお食事が伸びたんで、廊下へ出てみんなで写真撮ろうって、それも今回初めてだもん。初めてですよね。で僕そんなことをね、このミュージシャンの個々にやれる腕を持った人たちが。喜んでくれてるとか喜んでやろうっていうのはもうあの時から俺は幸せで、もう出た時のお客さんのだから反応と温かさでブワッと幸せになったから、あの分厚い幸せのままやれた、よくあのちょっと反応が違って違う方向へテンションが上がってしまってどうにも軌道修正できないっていう場合もあるんですよ、演者は。ところがまっすぐふわりと幸せに上げてくれたから、だからやっぱりお客さんあってだなと、つくづくそれは思いましたね。でこれだけその腕の達者な連中が、でもサウンド違ったらやっぱりハープっていうのは必ずしもどこにもいるっていう楽器じゃないでしょ、はい、あんまり多くないですよね。ないですよね、はい、オリちゃんはなんで突然千葉さんをこれを入れよう、日高さんがもうそのハーモニカ、ハープがすごいサウンドがお好きっていうことで、それでまあ専門のプレイヤーに来ていた。やっぱり千葉さんの加入によって、まあ、あのそれまで割とね、あの
譜面きっちり書いて読んでくれればいいみたいな感じでなくなって、みんなでそのみんなの子を出して、うん、で行くようになったんですよね。でそれでこう自分で意思の疎通取れるメンバー集めて、うん、だったらアレンジアレンジってこう結構言われますけど、そんなに書いてないんですよ、うん、実は譜面、うん、だからその、うん、まあ、最低限の和音の進行とメロディーだけ書いて、あとはもうこんな感じだって伝えてくれたら自然にその判断してやってもらくれる感じ、その辺のアンテナのそのね、でこうブワーってここはもう関係なく言ってくれよって、はい、その辺のね、うん、攻め方もできるようなメンバーがきっかけになったのはだから千葉さんですよね。ああそう、だからそれから日高さんがもうこの曲はこれをゾーハープメインでこれは、うん、ただもうどこまでも皆さんやってくれますから、こっちの期待以上のこと書いてくれ、自分が書く以上のことやってくれるんですね。でこのハープの千葉智久さんってのは面白い人でね、アメリカへ料理の勉強に行ったんですよね。カナダですけれども、もうカナダか、料理というか永住権をあげるからうちのレストランで働けということで、うん、喜んで行きますって言って、すいません、はい、うちで働けて永住権あげるからってそんな風にうまくいくもんな、そこの会社がその永住権を日系の人がやってたもんですから、なんかそれで永住権を出すことができると、で日本からこう呼んだ場合にですね、千葉さん行けって言って、その時料理人だったの日本で。まあ、料理をやってました。何料理？僕はその時はいろんなことを、まあ、喫茶店メインみたいな、ちょこちょこっと洋食をつまんだとかそういう程度のもんですよ。その時ハーモニカ口に加えてなかったんでしょ？ハーモニカは合間合間でやってましたから、趣味でちょこちょこっとやってました、ね、やろうとはしてなかったんでしょ？プロとしては向こうで行った時は やろうとはしてなかったですよね。でしょ、ええ、それやっぱり黒人ですか、ブルースですか？もともとはブルースなんですけれども、行ったところがカナダで、うん、あんまり僕のところはカルナリーだったんですけども、黒人いないんですよ、白人ばっかり。そうか、はい、ええ、うん、で結局黒人のいる町へ行ったんですか？いや、その時はずっと仕事してましたんで、うん、その代わりレストランで僕鉄板焼きステーキハウスなんですよ、はい、そこの働いたところ、はいはい、でショーをやりますよね、うん、ソルト&ペッパーのあれをさっさっさっさと、はいはい、なんていうんですか、まあ、ジャグラーのようにやる、そうそうそう、うん、あれをやってて僕が意外とうまくなくって、うん、でハーモニカを横で吹いた方がいいぞ千葉さんね、ジャグラー意外とうまくなって、いやそうじゃなくて、いやうまくなくて、うまく、うん、だからうまくなく見える意外とってるが意味が分からない、それで武器でダメで、うん、それでちょっとハーモニカを吹いたらなんか新鮮だったんでしょうね、いないから、そういうレストランで鉄板焼きのこうね、ステーキ焼いてる前でハーモニカ吹くやつなんていないから、うん、受けた、受けましたね。チップをどん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 、でそこのお店はチップをみんなで分けるんですよ、はいはい、シェアするっていう、だからどんどん行け行け行けってどんどん行かされるわけチップ稼ぎだからそれ普通に料理出してたらもうそんなにはもらえませんわね。そうですね、向こうって一芸ある人に結構そういう評価をしますよね、うんうん、はい、出してくれますよね、合理的だから、はい、だからよく本給よりチップで稼いでるみたいなのは出来上がりますよね、はい、だけどじゃあ指導者はハーモニカですか？ないです。だからレコードを聞いてたとかそういうことなんですよ。じゃあすいません、譜面は？譜面なんかないです。いや読む読まないで、最初は譜面なんかないですもん。だから曲のキーがあって、それにハープはどのハープを使うとかっていうことになって。今ハープいくつあるんですか？ここに、ここに、ここにはもうちょっと大きいのもありましたよね。はいはい、今ちょっとこれだけですけれども、ちょっと横にして見せてくれる？これ全部ハープ、つまりハーモニカ。すごいですよ、ちょっとお客様に見せてくれますか？今入ってますけど、うん、だからこの楽器にはこれとか全部違う。ちょっとさらっと吹いてみてくれません？さらっと、うん、これにはこれとか、ブルースハープはこれとか。例えばブルースハープあります？ブルースハープありますよ、はい、例えばおりちゃんブルースギター、うん、
スハープ以外って何があるんですか。そうですね、うん、まあいろいろありますけれども、ブルースハープでも違うものがある。あの呼び名はね全部ひっくるめてブルースハープっていう名前が。そういうんですか。総称なんだ、ニックネームなんですよ。はい、はい、なんですけれども、その中の違いって何の。やる音楽、あとはもう感性でしょうね。同じハーモニカで、あの吉田拓郎さんみたいにフォークをやってる人たちもいれば、うん、それから今日から何だっけ、タイトル、ああ、うん、まあね、うん、私は今日も、そうそうそう、これ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 がイントロ、あの時の、これカラオケです。私は今日まで生きてみました。これは拓郎さん、これは拓郎さん、我々のなんだっけ、同じです、同じ キー同じです、ええ、うん、私は今日まで生きてみました。時には誰かの力を借りて、時には誰かにしがみついて、私は今日まで生きてみました。そして今私は思っています。明日からもこうして生きていくだろうと、私は今日まで生きてみました。時には誰か、時には誰かに脅かされて、私は今日まで生きてみました。そして今私は思っています。明日からもこうして生きてゆくだろう。私は今日まで生きていました。時には誰かに裏切られて、時には誰かを脅かされて、私は今日まで生きていました。そして今私は思っています。明日からもこうして生きてゆくだろうと。知るところから始まるものですよ。けれどそれにしたってどうなること。そうです。お客さん気になって歌えないよ。みんな写真撮り始めた。私は今日まで生きていまし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 た。そして今私は思っています。明日からもこうして生きてゆくだろうと、明日からもこうして生きてゆくだろうと、明日からもこうして生きてゆくだろうと、うん、なんだろこれ、いいな、ほとんど忘れてますよ、忘れてますね、これがもう30時間ぐらいだから下手ってるけどね、うん、ちゃんと歌えないけど、なんかいいな、それですら歌忘れちゃってるからね、忘れちゃうんですよ、
あの週の、3日後ぐらいにもう3曲しか歌えませんでした。あ、うん、だからもう自分で言ってるんですよ、よく忘れるっていうのはよく覚えられることだって、うん、そうですよね、うん、なんかあの忘れるっていうことを老いのせいにしたくなかったから、うん、集中してあそこで全部燃焼して、うん、燃やし尽くしたから忘れるんだと、うん、だから覚えていたのは100万本のバラと、あ、だからあそこの街の明かりまでのあの3曲ですよ。あ、うん、そんなもんで熊谷さん何しに来たの？あんたベーシストベース熊谷のソングで、はい、いきなり我々歌い出した時に何かゴソゴソっと出したからちっちゃいベースで待って、そんなちっちゃいベースなそしたら写真撮り始めた。あの今日折原さんの荷物持ちじゃん。そしたら全員セリタとかみんなマイク関係なくバッカンバッカン歌忘れるわな。あの、ええ、バンマスに写真を頼むでって言われてあっと思い出しました。それ直前まで一緒に仕事したんですよ。あ、そうなんだ。せっかくだから一緒においで。そうなんだ、はい、拉致されて熊谷さんに僕あの音を取ってる時にもともと楽器は何だったんだって聞きませんでした。あとベースじゃなかったとおっしゃいませんでした。あ、スタートですか、うん、スタートはピアノですよね。スタートで、はい、ピアノからベースに行きますかね、うん、珍しいですね、でもベース好きだとおっしゃいますよ。そうですね、やっぱり好きですね、うん、あの いっぱいやったんですよ、あのちっちゃい時は。じゃピアノから始めて、ピアノから始めてブラスバンドやったり、はい、あのブラスバンドではトランペットから始まって、あとパーカッションやったりとかあのもうなんか何でもやりたくて。小前さんね、はい、そういう人の感性ってもう音楽しかないんですか、楽器をやるっていうこと。他に何かもう興味は全く持たなかった。いや、いっぱい興味ありました、はいはい、でも音楽家になろうとは思ってた、ミュージシャンに。いや、それもなかったんですけど、はい、あのまさかなれるというかそういうふうにはできると思わなかったので、あの僕はあの趣味であくまで音楽をできたらいいなっていう、はい、どこからスタートしてたんですよ、ね、しかしもう完全に今はミュージシャン、ね、今はそうなんですけど、はい、一度あの、ミュージシャンになる前にあのピアノの技術者になろうと思ってあのそっちの道へ行ったんですよね、はい、それで、仕事もしたんですけど、まあいろいろあってサラリーマンを辞めまして。あのミュージシャンに対する観念ってもう最初からこれ一筋だとか、まさか料理のそうですよ、ね、うん、それで行ってカナダでよ、面白いからチップもらえるからって言って今ハプをやってる、うん、出会いって不思議ですよね。いやもうすごく不思議だよ。でオリちゃんだけですか、じゃあもうまっすぐその、まあ、この中ではじゃあ僕だけ最初から聞いたね、で他のそのハープの千葉さん、あるいは熊谷さんね、ベースから見てやっぱオリちゃんって天才的なんでしょうと思います。いや本当天才じゃないよ。いや僕なんかは本当に天才なんだなこの人と思いますよ。うん、安心感たるやもうこの上ないですね本当に。あの一緒にやっていて音楽を、あるでしょ。あもちろんですもちろん。人柄ありますよね。ものすごくありますよね。ものすごくあります。だから難しいけどやっぱりリーダーになる人って数少ないじゃないですか、人柄束ねる力、それから技術、ね、で人そのものの腹が黒くない悪くないってありますよね。黒くない黒くないそういう意味では黒い人はこのメンバーいませんよね。そうですね、いないんじゃない、なんかいそうな雰囲気いたら声かけないですそういう人は。だってドラムの志村さんなんか本当になんかまっすぐ青年じゃないですか、うんうん、武者修行に出かけね、うん、よくぞ本当にああいう人たちを集めてくれたなと感謝感謝です。いやこちらこそ、うん、毎年使っててギターだってまゆちゃんも、はい、その一つじゃないから種類もたくさん種類たくさんあって、はい、うん、アコースティックもあるや、もうそのエレキはあるわ、ジャニーギターはあるわ、いろんな音があるんだけどすごいなこれマイチャニー誰プレイザギタープレイザギー気高いねあれずっぽでやったんです。いやでも本当にミュージシャンっての面白いんだなと思って、そういう頃脇からついにこう一つの答えって言って、じゃあもう今ベースやっててピアノをやりたいって思わないんですか。あのそう演奏はあの思わないですね、うん、あのでもお遊びというかではやってます。
お遊び入れたかったんだから、まあ、マイウェイの後にみんながわーっとなって、はい、お客様に一番最後のサービスで、うん、メンバーが俺にとってはバックバンドじゃないっていうのがあったから、うん、全員笑顔で帰りたかったの、うんうんうん、マイウェイではねうまくもないくせに俺だけが気持ちよくなっちゃうんです。それがずっと後ろめたかったんですよ。あだから途中でみんなに寄ってもらったでしょ最後、はいはい、でもそれだけでも面白くなくなったの。それでも俺がメイン、それはお客様にしたら日高五郎のショーだからそれはメインにならなきゃならないって部分もあるけど、本筋は知ってほしかったのは一緒に笑顔で帰りたかったんですよ。でそれを今年試してみた。だからオリちゃんにもそういうふうにやりたいっていうのは11月の半ばくらいかな。でも今昨日を通して言ってもらったくらいで、うん、今言われた意図が分かったのはショーの朝ですね、はい、日高さんが譜面見るなって、うん、前に行ってただ弾いてくれって言われたんですけどね、うん、それでじゃあちょっと譜面台用意していただけますかって言ったら譜面見るなって、うん、その時で、うん、あなんか特別な意味あるんだろうなって、ね、うん、いや普通やっぱり演奏する人って、うん、じゃあ譜面台って言うじゃないですか、うん、でもこの程度のフレーズなんか覚えてないはずがないと思うんですよね、うんうん、だからそれは譜面見ないでくれと、それと業務になるから、うん、離れがたいからやったんだというふうに演出したかったんですよ、うん、俺の気持ちがそうだから、うんうん、だから案の定それができて、そしたらみんななんか変に喜んでくれたじゃない。 俺たちは何やってもいいのかというで何やってもいいって言ったってさ、しおちゃんいるから いろんなこと言えないからとりあえず変なことはできない、で楽器をいじるなっていう、だから何でもやってくださいと、笑顔になればいいからって、そういう終わり方だったんです。だからなんか私の中にはもうえらい幸せが残って、うん、こんなにいいもんだ、うん、で今スタジオにいらっしゃること大半見に来てくださってる方だから、うん、なおさらなんかでもいいもんだなで惜しいんだけどさ、はい、これだけ話聞いてブルース一発決めてくれない、もう一丁さっきブルースやったからアドリブでいいから、あじゃあで熊谷さん、はい、マイク俺持ってあげるから写真撮って千葉さん曲紹介していただいて、うん、じゃあ僕適当に歌いますんで、うん、じゃあ、okay。 さっきブルースちょっとね、うん、かじりましたから違う曲でもいいですか。いいですね、いいですね。じゃああれいくかい、はい、ちょっとさマイクの方向変えてお客さんの方向かない、あ、うん、せっかくだからお客さんそこから動かないでいい写真が撮れるんだったら俺後ろにいるし、うん、前から見るとこういう顔だよねいいねしおんちゃんね、パパすごいよね、うんうん、後ろのおばさん口うるさいんだけど今日優しいんだよなんかだけまゆみちゃんいいだろ、はい、贅沢ですね、なあ、はい、音楽ってすごいな、今日考えたらずっと音楽だね、そうですね、贅沢な時間だね、心が豊かになりますよ ね、 なるね、はい、今のいるその君の環境から言ったらないなこれそうですね、なあ、まあテレビはしょうがないんだろうけど千葉さんに任せます。じゃあ行きますか、じゃあ適当にやりますね、うんうん、よろしいです
荻原俊勝、カメラマン熊谷望むこの素晴らしいメンバーに大きな拍手をありがとう。素晴らしい、ありがとう。いや、いいな。STB ラジオチャリティーミュージックソン2012、今年も12月24日正午からスタート。目の不自由な方へ等量性基金を。デジタルカメラ、レンズのことなら買って安心、売って満足、プリントも安くて綺麗なカメラの岩本はチャリティーミュージックソンを応援しています。交通安全キャンペーン。幼稚園年長倉山奈美です。お父さん、冬道では慎重な運転をしてね。シートベルトしていますか？痛ましい交通事故を防ぐためシートベルトは必ず着用しましょう。北海道交通安全協会は交通安全運動を推進しています。10人十色新春川柳大募集。あなたの2013年にかける思いを川柳にして10人十色までお送りください。お寄せいただいた方の中から抽選で10名様にとっても役に立つ歯舞漁協の歯舞調味料セットをプレゼントします。応募方法はハガキ、ファックス、メールで10人十色まで。締め切りは12月20日まで。お早めに。開局50周年、北海道のために命がけ、日高五郎挑戦、50時間56分生放送。超絶一番。来週月曜火曜の商品はヤクモのイクラ醤油漬け、年内にお届け。フリーダイヤル01205。もう本当に1年の締めくくりのように来てくれましたね。橋爪義雄さん、武田正春さん、高橋義則さん、つまり岩見沢農協青年部の皆さんです。あなたもわざわざ持ってきてくださった。うわ、ありがとう。今年も本当にお世話になりました、はい、ありがとうございました。お花をじゃあ頂戴いたします。ラジオ開局50周年おめでとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます。いや、ありがとうございます、本当に。で、わざわざこうかけて、はい、おめでとうございます。本当にありがとうございます。また来年も走れるといいな。いや、もう五郎さんと一緒に走りたいぐらいの気持ちです、ね、ラジオある限り発信してもらいたい。武田さんは32歳。はい、32歳見えないね。よく言われます。うん、見えない仲間だもんね、はい。で、高橋由伸さんも同じなんだ。はい、そうです、ね、高橋さんの方がなんかしっかりしてそうだもんね。そんなことないですけど。ほんだれで、本部役員が橋爪由伸さんで35歳と。はい、そうです。なんか本当に今年はというか毎年そうなんだけど、お世話になりっぱなしで。いえいえ、こちらこそもう五郎さんの声援あって、もう皆さんのお客さんの声援もあって、もうやってこれてることですので、どうもありがとうございます。今これからが俺大事だと思うんですよ、はい、やっと底辺が浸透したから、こっからこう少しずつ、それとフード&フード始まったでしょ、はい、これもまた面白い展開にしていきますから、はい、皆さんの協力を得て、はい、うん、だからぜひ来年も続けましょう。はい、わかりました。こうなると続けることに意味が出てきたから、はい、でわざわざ花持って男3人で俺囲まれてこれさ、奥屋さんさ、因縁つけられてるようにしか見えないよね。うん、とりあえず吉田ディレクターの時は必ず何かが起きるんだ。いや、本当にわざわざありがとうございました。岩見沢農協青年部の皆さんです。本当にありがとうございました。まあ、いや、もし海で行けるんなら、うん、なんだけど大丈夫、帰っちゃうの、忙しいの。いや、うん、嘘。いや、ありがとう、本当にありがとうございました。わざわざ、いやいやいや、嬉しいね。なんかね、男たちがこうやって婦人部の皆さんにもよろしく。なんかだけ贅沢だったね。はい、うん、そうですね。最後にお花って、音楽ってすごいな。すごい力ですね。ねえ、はい、うん、あのセリタが前後考えずに写真撮ってるからね。なん撮りたくなりますよね。でも何慰めてああいう人間だ、ピシッと言わなきゃならない。でもギターとあれ完全にアドリブでやってる、つまりセッションですよね。そうですね、今急にですもんね。うん、
な、ずっとああいうことをそのプロとしてやっているわけだからすぐにはできるんだけど、それがすぐにはできない俺が入っていったらさあぞそれは迷惑、彼らには迷惑だと思うよ。でその中で、うん、やっぱりその伴奏じゃない俺たちが演奏してたって折原さんが言ってくれたの、はい、終わってからね、これは嬉しかったな、うん、なんか温度が伝わりますよね、温かさがこう、うん、そうだね。それとやっぱりあの技術者っていうのはね、カラオケ作る時と全然違うことをやるんですよ。だけど周りは同じだから、何小節で感想があってっていうのは同じなの、はい、ところがこっちはずっとカラオケで半年歌うから全部覚えちゃうんですよ。それが全部違うことをやるからあれと思うでしょ、はい、その時にも小説をカウントするしかないんですね。あるいは歌ってないところを歌っておかないと次に入りにくい、はい、サビから入るとか言うでしょ、うん、そのやり方をしなきゃなんない。だからだん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 その例えば今回だから本当に100万本のもらう全くカラオケと違う、はあ、そうですね、うん、だから彼らは伴奏じゃなく演奏してたって、はい、そのスケホタルのところに、つまり歌もセッションなわけでしょ、はい、そうなるとで表現していくという、だからそんなのが幸せを呼ぶ、うん、そういうその好見本を今聞かせてくれたわけですよ。世界にたった一つしかない、だもうまさに、ね、だからまさにライブなの、はい、うん、それを何か譜面持ち込んでとかいうことじゃなかったら、うん、確かに俺は最後そう言ったの、俺のそばへ来てギターを弾いてくれと、そしたらやっぱりあの人たちは演奏するもんだと思うから、あ伴奏するもんだと思うからポンとこう譜面だよで、オリちゃんに譜面置かないでくれ、見ないでくれないか、はい、うん、それが今の話だったんです、うん、つまり伴奏ではないんだと、最後に一緒に笑顔で帰ろう、その前に歌おう、うん、歌い上げて俺だけが気持ちよくなるのは嫌だ、これは別に綺麗事でも何でもないんですよ、仲間でやってるのチームでやってることだから、本当そこを理解してくれたんだね、それとあんまり寡黙で本当にみんなの中ではわいわい騒ぐ方でもなく喋る方じゃない熊谷さんがいつも理解したメールを送ってくれる、あそうですか、このショーがあってよかったっていう、はい、これは新村博文と二人だけだね、うん、これがどれほど俺を勇気づけるか、だって1年そのためにボイストレーニング通って、それでもまだまだ思うように定まらぬわけでしょ、うん、それが励まされてるの彼らに、いいチームですね、最高ですね、はい、うん、そのいいチームになるのに10年以上かかったわけだから、それにあのチームのレベルにですよ、歌声がついていくったら6年や7年足りるわけないってこういうことですよ。だけどくじけない、諦めない、絶対に続ける、だからそれを今若い歌手たちに言ってるんです、歌い続けろ、あの人たちは束縛はないわけで、譜面があってその通り演奏してくれたら歌えるわけでしょ、はい、そうすると一人の心情の問題じゃない、俺はやり続けるよ、お客様にご提供できるものは安心して応援してください、私はあるいは僕はいつまでもこれをやり続けますからって、これが契約だよ、この契約を守ればお客様も諦めはしない、はい、うん、そこを根を上げてしまったら自分たちは何を応援してたんだろうと、あんなに夢中になったのに、それでとっととやめるかなんです、続けることの大切さ、うん、それと続けるために自分をしたたかに鍛え上げるっていう大切さ、ゴロショーってのは俺がいつも元気で出てくるってもうお客様は決めてらっしゃるから暗黙の契約ができてるの、はい、だからいやでも運動するって運動するなってすごいって、すごいんじゃないですよ、この仕事を続けたいから、すごいことじゃなくて続けたいから続けられるバックボーンを自分で鍛えてるだけ、それってすごくでも孤独な時間ですよね、あ、一人で、それ孤独でもその孤独を楽しめるようにならないとね、うん、俺はコツコツやってるぞっていうのを喜びにしないと、はあ、確かに孤独です、それはね、話し合えていないのも自分の筋肉だけが話し合えてる、そうですよね、うん、誰が僕の年になって60キロのバーベルをさ、その15を1セットにして20セットもやるばかりいますよ、しかも筋肉がつくわけじゃないから、ただ整えておくだけだ、整えておくだけよ、うん、だから孤独といえば孤独でも、これが俺のわけいかない戒めだと思ったらそう孤独ではない、メンバーに教えてもらったな、よかったな。ツルハドラッグ花王 STB ラジオブローネキャンペーン、花王ブローネの新しい泡カラーは濃密泡が生え際にしっかりと止まり深く染まります。ただいま全道のツルハドラッグ各店で花王ブローネのヘアカラーリングシリーズ各商品を1000円以上お買い求めの方に豪華チャンス。2月13日 JR タワーホテル日光札幌で開催の豪華薬膳ランチ付き山内圭介バレンタインパー
ーティーご招待か旅行券1万円分が当たります。ブローネでおしゃれに変身して山内圭介さんと美味しい薬膳ランチを食べよう。詳しくはツルハードラッグのお店でどうぞ。震災の後 CM は新しい価値観とその役割は見つけられたか、時代に置き去りにされていないか、新しい CM の力を試したい。国内最大の広告賞第52回 ACC CM フェスティバル、挑戦者の勝ちだ。 ACC2012 STB ホールで2月12日火曜日午後1時半開演。